レッドソックスの吉田正尚が5番 DH で先発出場。第1打席でレフト前ヒットを放ち、3試合連続安打とした。この試合の8回、吉田のボテボテの当たりをピッチャーが取って1塁に送球した際、走る吉田の背中をボールが直撃するアクシデントがあった。レッドソックスが6-1とリードして迎えた8回、吉田にこの日4度目の打席が回ってきた。吉田はパドレス3番テコスグローブの投じたシンカーをフルスイングするも、ボテボテの打球が吉田のすぐ近くの1塁線を転がる。これを見て吉田は全力疾走し、コスグローブもマウンドを駆け下りボールをキャッチ。一塁に送球したところ、走っていた吉田の背中にボールが当たってしまった。中継したアベマの視聴者は、ラッキー、スナイパーに背中を狙われた、エラーか、内野安打だろ、とコメントしていたが、判定はアウト。どうやら吉田の走路が一塁のファールラインの内側に入ってしまっており、守備妨害を取られてしまった。これには送球が体に当たったためセーフだと思っていた吉田も、と立ち止まったが、判定は変わらず記録はピッチャーゴロとなった。視聴者からも、アウト、妨害って厳しくね、あのレベルで内側は笑えるわな、そんなら全部ピッチャー背中に当てようか、じゃあ当てればいいことに、と異論が噴出していたが、ルールでは打者走者が3フィートレーンを出て走って送球が当たった場合はアウトとなっており、吉田は若干ではあるがファールラインより内側を走っているようにも見える。中走りすぎたか、と納得する声も多く上がっていた。これに、元楽天でプレーした中継局ネスンのユーキリス解説者が噛みついた。これは最悪の野球で最もフラストレーションがたまるルールだ。マサとしてはどうにもできない。実際はライン上を走っているのに、送球を妨害したと判断されるんだからね。あれ以外にどうやって走るってんだ。相方のオブライエン実況も、ルール上はラインのファウルゾーン側、3フットレーン内、を走らなければなりませんが、そうすれば、かなり急激に方向転換してから一塁ベースを踏む必要があります、とこう。同解説者は、ずる賢い投手や捕手は、送球をランナーにぶつける。そうすれば、いつだって判定はアウトだ、と、文句が止まらなかった。吉田選手が守備妨害か。動画で確認したけど、確かにラインの内側にいるな。昨日の大谷選手の内野安打は、ファースト直前から少し内側に寄った走りだけど、吉田選手は、かなり前からライン上は内側を走っていた。あと30センチメートル外側なら良かったのかな。でもあれが最短距離ですよね。ルール上、ラインの内側走って守備の邪魔になったらアウトと明記されていますので、ライン上か一歩外側を走ってれば送球が当たっても妨害にはなりません。最短距離を走ろうとするとなかなかそこまで気を配れないということかもしれませんが、まあ仕方ないですね。なお大谷の内野安打みたいなのは、野手の守備を妨げていないので内側を走ってもルールに抵触しないのです。吉田のケースはルール上アウトになる。長く野球もし見てきたが、一塁ベースはソフトボールと同じようにファールゾーンにもベースを置いた方が接触プレーでのけが防止になるし、その方が良いと思う。完全にラインの内側走ってるから仕方ない。打球が三塁側に転がっていれば不問にされる状況だけど、完全にファーストに重なる位置にいるからこれは守備妨害に認定される。一方、2回の第1打席は、2018年のサイ・ヤング賞左腕ブレイク・スネル、30、から快音を響かせた。フルカウントからストライクゾーンギリギリの外角高め96マイル、約154キロ、直球を左前にクリーンヒット。
これで3試合連続安打とし、同解説者はジャストマサビーイングマサ、まさにマサらしい。来た球をコースなりに打ち返す。外角の直球に力みすぎることなく、美しい流し打ち。素晴らしい打席だったと褒めそやした。